はい、皆さんこんにちは。今日もね、カメラのガジェットを紹介していきましょうっていうことなんですけども、ここ最近、非常に4月なので、チャンネル登録者が爆上がりになってきてるんで、ちょっとこう、いろいろ頑張ってね、ガジェット紹介していきたいなと思うんですけど、私が、クラファンの時からもうずっとね、好きで愛用してるメーカーさんがありまして、カメラのね、ガジェットメーカーの一つで今ピークデザインですね。今この撮影してる三脚もですね、ピークデザインのですね、三脚を使って撮影してるわけなんですけど、結構ね使いやすいんだよね、ここのやつって。まあカメラのバックパックとかね、エコバッグも持ってたりとかするんですけど、あとスマホのですね、ケースとか、あとはなんだ、磁石でくっつくマグセーフのやつかなとか、いろいろあるんですけどね、まあ、そのあたりを結構私使っております。その中でもご紹介してみたいなと思うのがこちらでございます。じゃじゃん。ピークデザインマイクロクラッチですね。はい、まあどういったことかってことなんですけど、通常のカメラストラップってこう首からねつけてやるパターン結構多いんですけど、まあ、私やっぱり映像をね撮ることも結構多いので、ストラップが邪魔になったりすること結構多いんですね。なのでこのピークデザインの、まあ、ストラップでですね、サクサクっとこうね、外せるこのアンカーリンクスっていうのはすごく好きで、まあこの子もつけてますよね。アンカーリンクスいろんな色があってね、これ緑と紫、なんかこの前ガチャガチャやったら出てきたんですけどね、ピークデザインさんで色が交互違ったものが出てきたんで、なんか色が違うものつけてます。でこれブルーですね、これ銀一カラーみたいですねこれね。はい、まあそんな感じでいろいろね、ちょっとアンカーリンクスもめちゃつけてるんですけど、今日はこのね、去年かな出たものになるんですけど、実はこれ私なかなか開封してなくって、ようやく開封するので、ちょっと今日は開封してみたいと思います。これ何するのってことなんですけど、L 型プレートとこの通常のストレートのプレートがあるんですけど、これ私 L 型プレート買っております。これをねこの裏にこうくっつけて、でこうなのかな、多分こういう風に多分つけるものになるのかなというところなんで、ちょっとこう装着とかもいろいろやってみたいなと思います。中身にはこの L 字プレートと、まあ、ストラップがついたものと、これはピークデザインさんのね共通のこれなんだ、アダプターになるのかな。あとは何これは、なんか丁寧に入ってるんですけど、これは何をするもんだろう。絵で描いてくれてるから多分おそらく分かりやすいかなと。あ、なるほどね。これいいね。ピークデザインのストラップとこれ併用できるんだ。なので、まず、ここの、ネジっておかしいけど、でこう、うん、あこうか、あなるほどね、あそうそうそう逆だ、これをネジつけてこうつけんだ、ははははなるほど。でバッテリー交換するときちょっとこうスライドせなあかんかなって感じで、スライドもこうできるからなかなか考えられてますね。ここの L 字プレートのネジを通してカチッと入れますよね。でこいつもね通すんですよ、一緒に。であると磁石でくっついて、これを中に回すと自動的にこれがフィットするんですよ。すげえ、めっちゃ考えられてる。こうか、こんな感じなんだな、多分こう持つんだな、全部入れんのかなと思うんだけど、そうじゃないか、
あ、いいかもね。もう一個強く締めてもいいのかなっていう感じぐらい。だらここでこう調整できるからね。なので1とか2とか調整しながら。形かっこいい。いいね。さすがピークさん。デザインが良き。なるほど。こんな感じなんだ。はい。ということで今日はね、このね、ピークデザインの、マイクロクラッチかなを紹介しましたけど、なかなかですね、これ。考えられてるな。なので、延長のネジを使うときは、このね、三脚とかに使う、アダプターをつけるときに必要です。で、このマイクロクラッチだけ使うときは短いネジで使ってくださいねと。やっぱりそのフォトグラファーのことをよく考えて作ってるブランドさんだから、ブレてないね、作りが。しかもやっぱアメリカデザインなんで、やっぱかっこいいよね。圧倒的に良きです。はい。ということで今日はね、このもの、マイクロクラッチを紹介しました。またよかったらぜひ概要欄に貼ってますのでチェックしてみてください。それでは最後までご清聴ありがとうございました。